どうも、サトチン TV のサトチンです。ついに iPhone アップデート来ましたね。噛んじゃった。アップデートが来ましたね。僕はついにメイン iPhone が iPhone 8 Plus からつい先日13 Pro にしたんですよ。で、自販機とかでね、まだ戸惑ってました。マスク、顔認証したということで、僕もね、アップデートしましたよ。こちら。マスク着用時にフェイス ID を使用する。カズさんの動画を見た方、まあ先に見てもらうと助かるんですけれども、動画概要欄に載せておきます。マスク着用時にフェイス ID を使用する。iPhone 12以降、結構最新なんですけれども、それでできると。それではやっていきましょう。ちなみに、Apple Watchとか僕、つけないんで。時計ね、腕時計とかアクセサリー苦手なんですよね。設定中にマスクを着用する必要ありません。開始します。ゆっくりと頭を動かしてください。1回目のスキャンが完了しました。ようこそ iPhone へ。はい、という感じなんですけれども、それでは検証していきましょう。マスク、今まで本当にホームボタン。コロナになってから本当にね、マスクずっとつけてるからね。これで iPhone 一回一回起動するたびに、こうやるの嫌だったんで、ずっと iPhone 8 Plus だったんですよ。指紋認証最高。さあ、これでいけるのか。まあ、いけるでしょうね。最高！ロック解除されました。すげえ光ってる。パチッパチッパチッって。肉眼では見えないけど、カメラで見えた。で、ホームに行けると。素晴らしい。でも、カズさんの動画のコメント欄にありました。これでホーム画面に行けばいいよなって、あったんですよ。最近僕がね、ショート動画でも上げたんですけども、設定を紹介しましょう。どうやってるか。僕がやってるのと合わせればもう完璧になるはず。行きます。マスク解除。で、トントン。これで良くないっすか？いや、これはでかい。顔認証できなくて、番号出るじゃないですか。行きますよ。オープン。俺、これやったらいいなと思うの、やはり出てきた。俺、今までね、音声コントロール、日本語なかったんですよ。今回のアップデートで、出てきました。音声コントロール、来たー。今まではね、英語に設定してたんですよ。音声コントロールの準備ができました。はい、アメリカ合衆国にしました。解除できない場合あるじゃないですか。こうして、番号出ますね。今までね、オープン。こんな感じ。こんな感じにもね、解除できるんですよ。これをね、最近して、すげえじゃんと思った。オープンって言って。で、アメリカだったんですよね。アメリカ設定。ついに日本語対応。日本語ができたということで、どうしようかな。日本語に今設定しました。ちょっと動画の趣旨とは変わっちゃったけど、言語を日本語にして、設定コマンドをサトチンにしてみました。なかなかね、マスクしてても顔認証しねえなーっていう方。こういうね、やり方もあります。9999にしました。サトチン。こんな感じにもできるんですよね。できるっちゃできる。でもこれ喋ってる最中に、サトチン。押されちゃうんだよね。うん。これもね、なかなか便利です。なんかね、カズさんの動画では、この目、ある程度目で判別してるらしいね。うわ、すぐ解除できる。双子とかでもできるのかな？すぐ解除できる。口元を使わない分、セキュリティ的なものは甘くなってるかもしれないらしいね。いや、すごいこれは。最高です。で、ホーム画面に行けばいいなーってあったんですよね。これさっき説明したかもしんないけど。はい、顔認証でロック解除しました。この後ですね、裏をダブルタップ。これでもね、僕は設定してます。ダブルタップ。見てこれ、カズさんと同じ。カズさん宗教だから。でもね、これめっちゃ便利なんだけれども、三脚になるんだけれども、超重い。この子がね、頑丈に作られていて、まあ、鉄なのかな。超重いです。グラムを測ってみましょう。はい、この子が、79g、約 80g あります。250。めっちゃ重くない？両方で 300g ってことか。ちなみにこの iPhone だけだと 207g。
141g からの121g、 めっちゃ高かったんでその分活用していこうかなと。よし完成です。スノボーとかでもこうフルフェイスでもこれだけ反応するのかな。これでもこれでやればさ、もうボーダー換気っすよね。開かない、開かないっす。光なのかな、光加減開かないっす。ちょっと引っ張られてるからかな。開いたっす。いかねえっす。あ、帽子ダメ説ある。はい、じゃあこれいきます。厳しいな。ちょっと照明を照明にして、あー、いった。ちょっと締め付けられたりすると厳しいかも。ここがさ、引っ張られたりするわけじゃないですか。1回目のスキャンが完了しました。もう1回やりたい、もう1回やりたい。よし、2回目のスキャン完成。フェイス ID は、断続的に外見を学習します。だってよっしゃ、もう30分ぐらい撮ってるからね。いきますよ。マスクだと全然いけます。はい、マスクだと開きました。ダブルタップ、いや、いいっすね。このダブルタップね、個人的には好きなんですけどね。後ろのダブルタップは設定、アクセシビリティからのタッチ、そして背面タップっていうのがあるんで、それで設定してみてください。ダブルタップとトリプルタップがいろいろ設定できます。2つ設定できますね。はい、それでは帽子チャレンジ、リベンジ。あ、いけたいけた、よかったよかった。あ、いけるいける、嬉しい。ちょ、さっきの、さっきのいくよ。あ、やっぱダメだよ。ここまで下げるとダメで、取ると開くわ、開くわ、開く。帽子を、じゃあここまで深くかぶってみる。開かないっす、開かないっすね。ここまで深くかぶると開かない。多分顔認証されてないんでしょうね。あの、目と判別されてないのかな。はい、これぐらいだと余裕に開きますね。これぐらいだと。あずさんは両サイドやってたじゃないですか。あ、これだと開きます。さらに下、これおんまゆ、おんまゆまでやるとどうなるの。おんまゆ、おんまゆダメっす。おんまゆ、ここまで被っちゃうとダメ、開かねえっすね。ちょい眉、ちょい眉どう。ちょい眉もダメ。これぐらい出てればいけんじゃない。あ、いけました、いけましたね。いや、実に興味深い。まあ普段ね、なかなか帽子かぶらないんでいいっすけど、いやー、なかなかね、もうホームボタンなくて もう素晴らしい iPhone さんになりました。今回のアップではもうサイアンドコーですね。みんなどういう風に解除しますでしょうか。ほら、やっぱ開かない。ってことは、こういうさ、ものはダメなのか。スノボーとかのさ、フルフェイスっていうの、そんな感じなんですね。眉毛も判別してるんじゃないか説、やってみましょう。どうですか、すごい。りょうさん慣れた。いきます。開かない、開かないっす。眉毛判別あるかも。眉毛あるな、これは。いやー、これ顔判別してないんじゃない、眉毛をつなげたことにより。じゃあこれはダメだ。いやー、面白いね、こういう探すの。なかなかね、僕の動画ではこれ需要ないと思うけれども、自己満足でよろしくお願いします。というわけで、いかがだったでしょうか。眉毛をつなげたら、ここ、ここ重要なんだろうね。ここ、ここ重要。あれ、消えろ、消えろ。消えました。開きますね。これでも開くんだ。わからん。険しい顔で開くのか、こんな感じ。開くね。開くね。わからんわ。これをどう、これ。開眼してる状態。開くね、開く。まあほぼね、外で使う時はマスクしてるから。これはどう、開かない。ここの部分が重要なんだ。なるほどね。何パーセントかが一致しないとダメなのかもしれない。この眉毛ダメ説ありますね。開かねえっす。助けてくれー、助けてくれー。俺の眉毛、眉毛ダメですね。眉毛描いたらダメかもしれない。なのですっぴんだと厳しいんじゃないですかね。すっぴん&マスクか。いやー、実に興味深い結果でした。開かないわ、全然開かない。俺の眉毛消します。こら、
開かないっす。はい、というわけでいかがだったでしょうか。マスクをしているとこう目とね、眉毛とかそこら辺なんじゃないかなと思いました。はい、ということでここら辺で終わりたいと思います。この動画楽しんでくれた方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。